こんにちは。まあ別にそれは別に否定してるわけじゃないんですけど、密漁扱いになる。おはようございます。今日よろしくお願いします。いや、今日は釣れそうだな。よし、落石。あぶね。あー、重て。いや、多いな落石が。よし。あ、いるいるいる、見える見える。こっから降りようと思えば降りれる。点からだったらグリップがコルクでしょ、だいたい。グリップがコルクでしょ、点からだったら。ああ、そうですね。一般的には見ればわかんし。渓流竿で点からやる人もいますけど、まれだろ。見りゃだいたいわかんしよって。渓流釣りの目印つけてるっていうのあるのか俺は。まあでもほら、もう行かなきゃ分かんないじゃん。こんにちは。あの漁協の監視員のものなんで、餌釣りですよね。あの塩水橋より上流は今年の4月からキャッチアンドリリース区間になった。そう、看板は出てないんですけど、そういうルールになったので、はちょっと遠慮してもらいたい。点からとルアーとフライというのになって、あ、点からでやっていただければ、全然問題ないので、持ち帰りも禁止になるの。今日持ち帰られてます？普段なんかリリースされてるわけではないんですか？食べちゃってる。まあ別にそれは別に否定してるわけじゃないんですけど、この区間では一応それはご遠慮願いたいっていうの。すいませんけど、で一応まあ一度声かけられかけたことのある人がもう次密漁扱いになる。お願いします。これ帰るの大変じゃね。だって俺降りるとき、この降りた降りるのは楽だけど、こういうとこって上がるのめんどくせえんだよ。またジグザグで上がってくのかな。行くか。
しんどい。よし。負けるの？よし。こんにちは。あ、すいません、釣り人の方ですか？なんか釣り人の方って見ました？あ、本当だいぶ上ですか？あ、ありがとうございます。いるんだね。いないね。でも2人いるって言ったからいると思うんだけど。ちょっとさ、悪いけど50メートルぐらい歩いて何もなかったら戻ってきて。悪いね。ちょっと腰がやばいんで。よし、鍵開けよう。よし、今日のパトロールは終了。